頑張るんですけど、石崎さんが頑張らなきゃいけませんね。頑張ってます。すいません、維新の会の吉村です。今日は大阪からやってまいりました。石崎さんを応援したいという思いでやってきました。頑張ってください。石崎さん、先ほど最初話もありましたけれども、ね、最初問題があったということだけれども、でもやっぱりやり直して、そして再チャレンジして新潟を良くしていきたい、国を良くしていきたいという思いで石崎さんは立ち上がりました。維新の会での旗を新潟に立てるというのは本当に大変なことだと思います。でもそれでも石崎さん、興奮奮闘で一人でも旗を持って頑張るということで、この維新の会から出馬をする、本当にすごい覚悟だな、そう思います。維新の会は、僕も40代ですけれども、いろんなことにチャレンジする、これチャレンジすると失敗というのは起きるんですけれども、失敗してもそれで人生終わりじゃなくて、じゃあもう一回頑張ろうよ、もう一回再チャレンジしていこう、僕はこれが必要だと思ってます。政治の世界においても若い石崎さん、そして経験もある石崎さんがこの新潟から勝ち上がってもらいたいな、そういう思いで大阪からやってまいりました。石崎さん、このぐらいでいいですか？冗談ですけど、でも本当に新潟は僕の印象なんですけれども、本当にこの新潟市を中心に都心が栄え、そして空気がきれいで、自然が美しくて、食べるものも美味しくて、そしてこうやって人が優しくてね、本当に素晴らしいな、新潟素晴らしいなというふうに思っています。その中で今回の、明日から始まる選挙ですけれども、まだ始まってません、石崎さんが立ち上がるということで応援にやってまいりました。僕あまりこう人のですね、悪口を言うのは好きじゃなくて、言うつもりないんだけど、ちょっとだけ今の自民党本当にひどいなというのはちょっとだけ言わせてください。裏金は、僕も今知事長をやってます、市長やって今知事やってますけれども、裏金は本当にひどいな、舐め腐ってるな、そう思います。だって、あれでしょ、帳簿に載せなきゃいけないお金を帳簿に載せないで、そして何に使ったか分かんないというお金、それが普通に自民党の中ではびこってました。これ民間がやったら脱税です。一発でお縄頂戴です。政治資金って税金がかからないんです。なんでかからないかというと、ちゃんと帳簿に載せるからかからないんです。帳簿に載せない金を作って、いろんなことをやってた、腹立ってしょうがないですね。完全にねじ曲げられてるじゃないですか。裏金作るような政治やって、金に汚い政治やって、国民守ります、そんなことできるんですか？できません。まず自分たちのことちゃんとやんなきゃ。ぜひね、これは僕は本当にこの声を大にしていたい。だから腹立つから、ちょっとね、裏金がどのぐらいだったか、ソロバン勘定しました。大阪の人だからソロバン勘定好きなわけじゃないんですけど、一人何千万、何百万、何千万って裏金作ってるでしょ、何十人も数えたの。いくらだと思います、石崎さん。約ね、6億円。ええでしょ。で、さっき石崎さんから話ありましたね。日本維新の会の国会議員って、議員報酬の削減っていうのやってます。僕もやってます。で、議員報酬の2割削減っていうのをやったんです。これなんでやったかっていうと、東日本大震災が起きたときに、皆さんに増税をするというのが国で決まりました。復興のために。復興のために増税するんだったら、皆さんに負担を持ってもらうんだったら、じゃあ国会議員もこれは身を切る改革をやろうというので、最初国会議員全員で始めたんです。この増税は今も続いています。復興のために。でも、国会議員の身を切る改革、すぐ皆さんの知らないうちになくなってしまいました。でもそんなのおかしいでしょということで、維新の会はずっとこの間、少人数ですけど続けてやってきました。で、その金額をね、ちょっと数えてみたんですよ。どのぐらいになってるのかな、40人ぐらいで少ない数ですけど、どのぐらいになってるのかな。さっき石崎さんの話ありました、この石川県の地震が起きた時にも被災地に寄付をしました。本当だったら国会議員全員やるべきことをやらないから、我々は自分たちでやって、そして寄付をしました。そういうのをずっと東日本大震災も熊本の地震の時もやりました。その金額が合わせていったらね、なんと7億円。
かたや自民党は裏金で6億円でしょ。維新の会の国会議員は自分たちの身を切る改革やって被災地に寄付をして7億円です。どっちがまともな政治やってますか。僕たちは十分だとは言いません。国会も少数派です。でもどっちがまともな方向を向いて進もうとしているのか、ぜひ皆さんに見てもらいたいんです。口だけじゃなくて実際にやってるかどうか、それを見てもらいたいと思います。今回石破さん、僕はちょっと残念だなと思うことがあってね、石破さんってもっと自分の信念貫いてくれる人なのかなと思ってました。これは別に政党関係なく日本を良くするということに考えたら、やっぱり総理総裁がこっちの方向を向かって進もうよ、こっちの未来に進んでいこうよ、そういうのやっぱりはっきり示してもらいたいんです。それがまあ何ですか、もう総理になった瞬間言うことコロコロ変わるじゃないですか。あの話何だったの。さっきありましたけどね、領収書のいらないお金って何です。政策活動費っていうの、これはもう維新の会は廃止にしようという廃止を決定しました。他の野党も言ってます。だこれをね、石破さん選挙で使うっていうなら党首討論で、でそれで批判が上がってきたらやっぱりやめますっていう、どちらの言うことコロコロ変わってもう訳が分かりません。維新の会どういう方向を向いて進めていきたいか、もう一言で言います。一言で言うと、現役世代が頑張れる現役世代の重点投資、これをやらさせてもらいたいんです。今のこの豊かな社会を作ってくださったのは高齢者の皆さんです。だから感謝します。僕も石崎さんも40代で、まあ、おぎゃーって生まれた瞬間、まあ豊かな日本がありました。そこには成長する日本があって、スーパーがあって、食べるものに、まあ、困らない、豊かな、そこまでね成熟はしないけれども、昨日より今日より明日みたいな日本を作ってくださったのは今の高齢者の皆さんです。僕たちはそれに本気にあやかってますから感謝しています。だからお支えするのは当然だというふうに思ってます。でも何分ね、子供の数が少ない、これはもう事実です。皆さん、僕はすごい危機感を持ってます。この危機感は皆さんとも一緒に共有したいと思ってます。これも正直に言わなければなりません。我々この40代が生まれた時は子供の数は200万人でした。今はどのぐらいだと思います？70万人です。半分以下になりました。これから僕たちも当然高齢者になります。順繰りの問題です。子供たち、若い世代がどんどん少なくなってきます。これは事実です。この中で若い世代の皆さんが頑張れるような社会を作らないと、高齢者の皆さんをお支えすることもできません。そういう社会になってきます。じゃあ今の政治は若い世代、現役世代の方向いてるんですかというと、僕は絶対向いてないと思う。業界団体から支援を受けて、企業団体献金を受けて、組織がにお金増す政治やってるでしょ。30年間成長してきてないじゃないですか。地方の創生って自民党は言うけれど、本当に地方創生されますか。されてないじゃないですか。本気でやってないじゃないですか。もう政治が本気でやってもらいたい、そう思って、僕自身は、まあ、大阪で生まれ育ってなんとか良くしたいっていうのもやってますけど、まあ今の国の政治見ててね、目の前の利益や目の前の裏金、まあ、目の前の業界団体支援してくれる票、そこばっかりに行って、次の世代、子供たち孫たちの方を向いているとは僕は思いません。だからね、でも目の前ね、小さい奥さんいらっしゃるじゃないですか。何歳ぐらいですか。何歳ですか。3歳でしょ。3歳だと97年に行きますよ。僕と石崎さんは大体あと50年ぐらいしたらあの世に行きますけれど、こっちの未来の考えた方が考えなきゃいけないじゃないですか。そういった社会を僕は作っていきたいと、そう思います。維新の会は現役世代に重点投資する。これは高齢者の皆さんをお支えするためにも、豊かな日本を作っていくためにも、ぜひそれをやらせてもらいたい。そう思います。今の現役世代、給料上がらないと言われてますね。で、給料上がらない中で、実はその手取りも非常に厳しい状況になってます。で、手取りで給料もらっても、そこから手取りで引かれる金額もすごい多いんです。社会保険料も多く引かれる。そしていろんな税金も引かれる。だから今どうなってるかっていうと、いや、なかなか給料の手取りも少ないから、ちょっと結婚するのはどうかなっていう若者が増えてる。あるいは子供2人目3人目欲しいけど、教育費がすごいかかるからちょっとやめとこうかな、そういうふうに若者が増えてる。そんな状況で日本良くなりますか。ここ変えていかなきゃ。今一瞬さえ良ければいいんじゃないんです。やっぱり未来のことも考えた政治をこれはやらせてもらいたい。せっかくこんだけ素晴らしい日本なんだから、それをさせてもらいたい。そう思います。そうするとね、例えば具体的な話すると、社会保険料も今どのぐらい引かれてるかっていうとね、給料が引かれる金額の、皆さん手取りのとこしか見ないかもしれないけれども、額面見てもらったら随分引かれてますよ。で 15% ぐらい引かれてます。
で 15% だけじゃありません。実は 30% なんです。なんでかっていうと事業主の方が半分払ってるんです。それがなかったら給料に賃上げもできるんですよ。その人のために払っているのが半分払っているから合わせて 30% 払っています。ということは3日働いたら1日は社会保険料のためだけに働いているような状況なんです。これじゃなかなか手取り増えないです。じゃあこの社会保険どうするのか考えたときに、いや吉村さん、いやでもこれは社会保険ってこうね、医療とかいろんなものが大切だからそれで何もできないんじゃないのおっしゃるかもしれませんが、僕はもうそうは思いません。ちょっとこの中にね、医師会の関係者の方いらっしゃったらすいません、もう最初に謝っておきます。でもこれは大切な問題だと僕は思ってるんです。これからどん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 医療費が増えていきます。その中で例えばですけど、まあ、ちょっと新潟の駅前行ったら薬局いくらでもあると思うんですけど、例えば薬局で湿布もらうでしょ。薬局で湿布とか風邪薬とか買えるじゃないですか。鼻炎薬とかああいうのをお医者さんでもらったら全部保険適用です。薬局で買えるのも全部保険適用で、皆さん、まあ、窓口で1割とか窓口3割だから安いなと思っているかもしれませんが、安くなっているわけでは決してありません。皆さんがちゃんと払っているんです、社会保険料という形で。なんでこの湿布もらったり、まあね、花粉薬もらったりするの、花粉の薬もらったりするの、それ保険なんですか、どこまでが保険の範囲で正しいんですかっていう、まともに議論したことは一回もないんです。これなんでやらないかっていうと、なんでここに自民党が切り込まないかっていうと、やっぱり医師会から応援を受けてるからです。できないんです。子供の数がどんどん増えて新潟上がりの社会だったらよかったかもしれません。先ほど言った通り状況は変わってるんです。この危機感は皆さんと共に共有したいと思います。子供が圧倒的に減ってるんだから働き手が少なくなるんです。ということは支える側が少なくなってきますから、支える側をどうやっていくのっていうのはちゃんとやらなきゃ。僕が石崎さんが生まれた時っていうのは子供の数はね、だいたい現役世代7人で1人の高齢者の方を支えする時代でした。今はだいたい2人で1人を支えるような時代になりました。もう子供たち今小さいお子さん来てますけど、しっかりお子さんが大人になることは1人で1人を支える社会になりますよ。やっぱり次の世代が頑張る社会作んなきゃ。この社会保険料だけじゃない、医療費ってね、年間でね、いくらかかってると思います。全国の医療費が47兆円、約50兆円かかってます。50兆円っていうお金がどのぐらいかっていうと、例えば、まあ、子育てでお金一番かかるのは教育ですね。教育費すごくかかります。さっき言った通り、いや2人目3人目ちょっと教育費がかかってやめとこうかな、行きたい学校に行かせられなかったらちょっとかわいそうだしやめとこうかなっていう家庭がすごく多いんです。これアンケートで明らかになってます。子育てで一番お金かかるのは教育費です。 OECD っていうのは先進国の加盟国で見たときに日本が一番教育費かかってるんです。家庭でかかってるお金だからね、僕はこういうの僕はやりました。知事としてやろう。まず実は大阪で財政が悪かったのでそれを立て直しました。そして増税でもなくて借金を増やすでもなくて改革で財源を生み出してやりました。何をやったかっていうと教育の無償化をやろうと、単に公約で掲げるだけじゃなくて実際にやろうということで、高校の授業料は完全無償化、公立も私立も完全無償化というのをやりました。所得制限もありません。全大阪の子どもたちが対象です。なんでこれをやったかというと、まあ、どんな家庭に生まれてもどんな家庭環境だったとしても、ああこの学校に行きたいな、こっちに学びたいなと思えばその道が開けている社会というのを作りたいと思います。 100% 完璧は無理です。でもそこに一歩でも近づける社会を作りたいと思っています。まあ、理想論かもしれないけれど、そっち側の方向を向いた道を作っていこうということで今やっています。それをやると全国でね、じゃあこれやったらどのぐらいかかるかなって僕も一回計算してみました。新潟の子どもたちも含めて、東北の子どもたち含めて、北信越の子どもたち含めて、もう九州の子どもも含めて、日本全国中の子どもたちが高校 99% 進学してますから、行きたい学校に行けるようにする授業料完全無償化したらいくらかかるかなって計算したら、だいたい 0.6 兆円です。医療費は50兆円です。 1% ですよ。 1% あれば全国の子どもたちが行きたい学校授業料無償で行けるんです。高校に、大学もそうです。大学改革しなきゃいけないと思いますけど、新潟にも新潟大学とか公立の大学ありますね。大学もね、僕自身あまり裕福な家庭に生まれ育っていません。ですのでずっと私学という選択肢はありませんでした。でも親に感謝しています。その中でずっと公立できました。どんな家庭に、まあ、生まれたとしても、で今実際大学を卒業する人の2人に1人が奨学金もらっています。これは現実です。
大体半分ぐらいの人が、半分弱ぐらいの人が大学卒業した瞬間、借金からのスタートです。奨学金を返すからです、ところからのスタート。で、給料上がらないって言われてるんでしょ。どうやって希望を持ちますか。なんで 最初に社会人出て、これから明るい未来作っていこうという若者が世に出た瞬間、借金まみれからスタートです。こんな社会おかしくないですか。僕はそう思ったから、大学も無償化にしてやろうというので、大阪に公立大学っていうのがあるんで、国公立大学は僕無償化すべきだと思ってて、大阪の公立大学、一律大学、府立大学っていうのがあるんですけど、まあ、それを足して一つの大学にしました。そこは授業料も入学金も無償です。そして医学部も対象にしました。まあ、よく考えたら金持ちしか医者になれない社会もおかしいし、まあ、頑張れば道が開けてる社会作りたいなと思って、もうあの大阪の子どもたち全部対象にして、もう公立高校はもう公立大学を無償にしました。もしこれを全国でやったらどのぐらいかかるのっていうの、これもね、勘定してみたんですよ、石崎さん。そろばん勘定ばかりですいませんね。大阪にすぐそろばんが始まった。そろばんってどのぐらいなのかな。全国でやって、全国の国公立大学を無償化するのにかかるお金は 0.4 兆円です。全国民が対象ですよ。新潟の子どもたちも含めて 0.4 兆円でできるんです。 0.4 兆円って言ったら医療費がいくらでした。50兆円でしょ。 1% ですよ。もうちょっと子どもの方向いたら政治ありませんか。もうちょっと次の未来、子どもたちが頑張れるような、次世代が頑張れるような政治ありませんか。そっちやった方が若い人が元気になったら消費も生まれて経済も活性化して、そっち側の方が高齢者の皆さんをお支えすることができるんです。若い世代が下向くような社会になると、高齢者の皆さんをお支えすることができないです。みんなが自利になっちゃいます。今の人口構造を考えたら特にそうなる。じゃあね、やっぱりこの教育っていうところはぜひやりたいな。これはその家計において全現役世代の負担を減らすということも、もちろん副次的な二次的な効果としてあるんだけど、僕はやっぱり未来を考えた時に教育ってすごい大事だと思ってて、どんな家庭を生まれてもこっち側がこういうことを学びたいなと思ったら、それがその道が開けてる社会を作りたいと思ってるんです。そっち側の方向にぜひ進んでいきたい。でもそんなにたくさんの財源がいるわけじゃないんです。実際できるんです。これはでもなかなかそっちの方向きませんね。だから僕腹立つからね、言ってやったんです。もう選挙権、もう0歳児からの選挙権やったらどうってテレビで言ったらね、大炎上しましたね。もう賛成って言わない方がいいですよ。票減るから。大体反対ばっかり。もうね、ひどい人は0歳児なんか投票かけないじゃないかって、もうむちゃくちゃなことも言うんですけど、でもその心はまあ難しいの分かってますよ。分かって言ってます。でもなんでかって言ったら、それぐらいね、やっぱり政治家が次の世代の方を向いたことを、真剣に将来を向いた政治をやってほしいって思いで、炎上覚悟で言ってます。じゃあその子供たち、1歳児、2歳児の子供たち、お母さん、お父さんが投票するときにですよ、どういう思いで投票しますか。この子供たちが大人になった社会はどうなんだろう。それ考えて想像するじゃん。想像して投票するじゃないですか。じゃあ政治家って何言ってるのかな。自分はここに投票するけど、未来のことを考えたらやっぱり この人に投票しよう。いろんな道が開けてみます。政治家がどうやったら未来を向いてくれるかなっていう思いもあって、僕はあの話をバーンと打ち上げました。まあでもこれはいろんな学者も研究されている中身なんですけど、心はやっぱりこの現役世代が頑張れるような次世代の方を向いたら政治をしましょうよということです。でこの社会保険とかいろんな負担を減らすっていうのもあるんですけど、でも大事なのはやっぱり経済強くして給料を上げていく社会を作らなきゃダメなんです。結局はそう考えたときに、今目の前のことを考えると、じゃあ大企業は収入も結構上がってきてて、給料上がってきてます。で僕も、ね、知事の立場で経済界にも給料上げてくれって言ってるんです。これは民主党がいう話じゃないかなと思うんだけど、給料上げてくれって僕言ってるんですよ、維新の会の立場、まあ、知事という立場でね。で大企業とかそういったところは徐々に今上がり始めてます。でも難しいのは中小企業なんです。中小企業が給料上げようと思ったら価格転嫁できる社会にしないといけません。だからもうどんどん価格転嫁できる社会を作っていこうよっていうのは今言ってます。ただこれは今目の前の話であって、僕はもうちょっと長い目で見た時の経済っていうのを考えてます。というのはね、どういうことかっていうと、全部を東京に集中させる日本の経済では僕は持たないと思ってるんです。東京皆さん行くでしょ、ここから新幹線で行ったらね、いや石田さん成長してるやんと思われるかもしれませんが、実際は成長してません。地方から人口入ってきてそれを消費してるだけなんです。30年間日本経済成長してないでしょ。
例えばアメリカとかいろんな国はすごい成長してますよ。なんで成長しているかっていうと、新しい産業が生まれているからです。例えば皆さんのポッケの中に今スマホが入っていると思います。iPhone とか持っている人もいると思います。こんなの生み出しているんです。もう皆さんが持っているじゃないですか。買い物したら Amazon で買い物しようかな。こんなのはいろんな新しい産業が生まれました。新しい産業が生まれているから経済的には強くなっている。じゃあこの新しい産業生まれるのどうしたらいいのかなっていうのを考えたときに、東京一極集中で霞が関が全部決めるやり方では絶対にできません。それぞれの地域が、例えばここ新潟だったら、まあ、北信越ぐらいのエリアでね、道州ぐらいの北信越ぐらいのエリアでを一つの経済圏域として、新潟市を、まあ、人口が一番多い新潟市を中心として、ここで若者が自分の夢を実現できるようなエリアを目指すべきなんです。なんで若者が東京に行くかっていうと、そこでしか自分の夢とか目標とか実現できない、仕事がないからそっち行くわけでしょ。違うんです。それは常識と思ったらダメ。この経済圏域で作れるんです。政治家もみんな東京で全部やっちゃうから、あの霞が関に集まらないとできないと思われるかもしれませんが、北信越のエリアって言ったら、シャッの世界で見たら一国ぐらいの大きさ、広さもありますよ。僕はだ関西だったら関西ぐらい、九州だったら九州です。北海道だったら北海道ぐらい、このぐらいの単位で主要都市を中心として都市を成長させるような、そんな未来像を描くべきだと思ってます。全部国が決めようとするから成長しないんです。それが僕は地方、本当の意味では地方の創生だと思ってます。国がやろうとしてるのはなんか補助金ちょっとつけてね、やり方決めてやってる、あんなんじゃ成長しません。よく考えたら新潟っていうのは米どころでしょ。でいろんなね、農業も素晴らしいですね、広い面積もあって綺麗な水がある。大阪にはそんな土地ないですよ。でもルール一緒じゃないですか。同じ法律でやってるんです。おかしくないですか。こんなの、まあ、北信越で決めたらいいです。北信越のような特徴は関西にはない、関西の特徴は北信越にはない。じゃあそれぞれが個性が伸びるようなエリアを作っていけば、そしてそこで若者が、ああこの自分の目標を達成できるんだな、ここでね、例えば一時どっかに行ったとしてもまた戻ってきてやろうというぐらいの、そういった経済圏域を作っていく。僕はこれが最終的な経済成長につながり、そして若い世代の皆さんの所得アップにもつながる。長い目で見たときにですよ、そんな国づくりをしていかなきゃいけないと思ってます。全国一律東京でやる必要なんかないじゃないですか。全部霞が関で決める必要なんかないじゃないですか。例えばライドシェアっていうのがありますね。この中にライドシェア賛成の人と反対の人いらっしゃると思います。それはもちろんそうだと思います。で、僕は賛成の立場です。で、これ賛成反対ある中で、例えば来年大阪では万博地になるんですけど、移動手段確保できなかったら困る。だからもう大阪が責任取るから、ライドシェアをこの範囲でやらせてくれ。なかなかやらせてくれないから、いろんな業界からの反対を受けて、自民党全国いずれすじゃないとダメとか言って、なかなかやらせてくれないから、じゃあもう俺責任取るから大阪でこれやらせてくれと言ったら、国はダメだって言うんです。これで新しい産業生まれますか。これでどうやって成長する海外の諸国と戦うんですか。みんなで一緒に沈んでいるだけじゃないですか。これをやってるのが今の自民党の古い政治だと思ってます。だから僕たちは企業団体献金はやめようって言ってるんです。企業団体献金を受けたらやっぱりそこに配慮する成長します。当たり前です。だって企業団体業界は自分たちの権益を守るために組織されているわけです。それはその業界にとっての正義なんです。だからそこからお金を出して議員さんにこれやめてね、こういうふうにやってねっていうのは、業界団体から見たら当たり前の正義なんですよ。それはだってそうです。そのために組織されているわけだから。だからこれは本来受けちゃダメなんです。受けちゃダメだっていうことで、実は昔に法律変わって国民の皆さんから250円ずつコーヒー一杯分の税金を出してもらおうと。だから企業団体献金やめましょうっていうのは、実は政治改革で昔ずいぶん前に決まったんです。でもそれはその後ずっと自民党は受け続けています。で、企業団体献金で僕たちはもうやめようっていうので配信しました。僕知事になるでしょ。一生になるって実際政治執行するじゃないですか。今も知事2期目になってるから、そうなってくるとね、もう業界団体の方から選挙応援させてくれって依頼が来るんです。もう断ってます。もちろん政策で正しいとか政策のやり取りはしますよ。業界団体から献金させてくれっていう話が僕のところに来ます。断ってます。それ受けちゃうと結局そっちに対応した政治家できなくなっちゃう。じゃあ未来とか子供たちとか現役世代頑張らなきゃいけないね。政治から遠い人たちでも、ね、未来のことを考えたら大切にしなきゃいけない。そっち側がないがしろになっちゃう政治になるから、もうやめようっていうので、それは受けていません。そういった政治を維新の会はやんなきゃいけないし、
自民党は確かに強いし安定してるかもしれないけど、そういうとんがった政党で、とんがった議員がやっぱり国会にいて違うやんかというのをぜひやらなきゃいけない。僕はそれをやるのが石崎さんだというふうに思ってるんです。頑張りますよ本当に。これ奥さんも大変な話だけどね、奥さんもやばかったな、もう大変ですよ、なかなかこれ。で、僕は市議だから実際国会には国会で仕事することはできません。国会議員じゃありませんから、これをやるのは国会議員の仕事なんです。だからぜひね、もう僕はできないけれど、まあ、こうやってなんか外に向かってわーわー大騒ぎすることしかできないけれど、でも実際にやるのは、まあ、国会議員だから、維新は圧倒的に今数が少ないです。その中でやっぱりちょっと古い政治やめて、現役世代、次の世代抜いた方の政治やろうよと。でそこを元気にさせることによって高齢者の皆さんを支えるような、そんな社会を作っていこうよ。一票のないところに、一票のないところに抜いた政治をやろうよという政治家を僕は増やしていきたいと思います。それが最終的にはやっぱり日本の未来が良くなることにもつながるというふうに思っています。ですのでこの新潟の地、もう旗、維新の旗を立てるだけでも大変ですけど、旗を立ててくれた石崎さん、で石崎さんが最初維新の会に来るっていう話になった時に、いやあの時はね、不祥事があったっていうことだったんだけれども、でも石崎さん本当に優秀で、じゃあ再チャレンジをしていこうというのが僕たちの考え方です。石崎さんも一から出ます、再チャレンジするということで、ね、本当にかいろんな債務管理 の経験もあったりとか、非常に豊富な経験があって、元自民党にもいらっしゃって、豊富な経験、いろんなことも知ってる石崎さんが、維新の会の旗を立てるっていうのは、ある意味本当に人生の再チャレンジだと思います。めちゃくちゃしんどいですよ、めちゃくちゃ難しい。関西維新の旗立てるより、圧倒的に新潟で旗立てるが、やっぱ数の仲間も少ないから難しいじゃないですか。でもそれをやってくれるのが石崎さんなんだから、この心意気はね、この男気っていうんですか、心意気は本当に僕はね、すごいなと思ってるので、今日、応援にやってまいりました。で、石崎さん、明日から始まる選挙ですけれども、共に未来を目指して、より良い日本を目指して、誇れる日本を目指して、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。吉村博文県代表、誠にありがとうございました。改めて大きな拍手をお願いいたします。あ、そうそう大阪万博万博、あ、お母さん、お母さんで失礼だありがとうお姉さんお姉さんありがとういや、そう、一個言い忘れた。今日僕大阪から参りましたけれども、半年後大阪で万博やります。ぜひ皆さん来てください。まあね、これもうメディアから散々怒られてますけど、圧倒的なもんできていますから。160カ国が集まって、未来社会ってこんなんだなっていうのをやります。もう世界がそこに凝縮されているようなものが見られますので、ぜひそこ見てもらいたい。よく言われるテレビので見るけど、リングってあるでしょ、木造のリング、圧倒的ですよ。日本にはこれだけ木造の技術があるんです。林業があるじゃないですか。木の素晴らしさ、木のぬくもり、木の温かさ、それだけじゃない。今ヨーロッパでは CO2 をいかに減らすかっていうのは、ね、非常に世界的な課題です。地球温暖化対策、もう 木っていうのは CO2 を吸収するわけですから、なくならない材料ですよ。石油っていつか掘ったらなくなるけど、木材はなくならないんです。日本には圧倒的な木造技術がありますからね、ぜひ見てください。高さ20メートル、幅30メートル、1周2キロのリングを作ってます。清水の舞台の技術使って、本当に耐震技術が非常に高い。実はヨーロッパでね、木造を使ったビルを作ろうとしてるんです。でもこんなの本当は日本もやんなきゃ、なんでなのと思うんですけども、まあ、ぜひその色素晴らしいものがありますから、現在の世界の到達点を大阪でやりますので見てもらいたい。そしてチケットはコンビニで明日から、昨日からもうコンビニで買えますから、全国のコンビニでファミマ、ローソン、それセブンイレブン、全国のコンビニで、紙のチケット買えるように昨日からなりましたんで、ちょっと興味ある方はぜひコンビニでチケット買っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。半年後お待ちします。ありがとうございます。やっぱり大阪の方は本当に話すのが素晴らしいなと、多分新潟の皆さん本当にそう思っていらっしゃると思います。本当に中身のあるお話をしていただいたと思います。
ちょっと時間の関係でもう座談会がちょっと厳しいんですけれども、ただその代わりなんですけれども、お子さんと女性からですね、せっかくですので、ね、写真を撮っていただく機会を設けたいと思うんですけど、皆さん希望者いらっしゃいますでしょうか。結構いらっしゃいますよね。ということで、じゃあまず全員でそちらに立っていただきまして、写真を最初撮らせていただきます。私が我慢してここで見てますので、ぜひ皆様お近くで、はい、撮りたい方どうぞ行ってください。お近くにお集まりください。せっかくの機会です、はい、なるべく多くの皆様を集めていただくように。